こんにちは、柳橋ゆいです。今日はですね、皆さんもご存知だと思いますが、ジフレのリップをですね、ちょっと全色購入してみました。で、今日はですね、一番有名な350円のリップではなくって、リップスティック Y という500円のお値段の方をちょっとご紹介していきたいと思います。で、まずはですね、こちら2色、ピンク系と言われるものですね、ピンク系の119と172という色ですね。こっちの方がですね、ちょっとこうオレンジベージュのようなお色になるんですけども、で、こっちがですね、ちょっとこう結構赤みのあるローズじゃないんだけど、ちょっと結構濃いめの色になります。で、一応チフレのホームページだと、結構こっちの方が、この500円の方が発色がいいみたいな感じでちょっと記載がされていたんですけど、あんまり、これは多分色がね、もともとつきにくいというか、ちょっと肌色っぽい色味だからかな、ちょっとそんなに色はつかないですね。ベージュっぽい発色です。これですね、ちょっとやっぱ塗ってもそこまでこう塗った感がないかな。うん。なので、まあこうナチュラルメイクだったり、お仕事オフィスメイクだったりとか、そういったとことかでも活躍するかなと思います。ママとかだったら、こうちょっと学校に行く時とか、まあ、何も塗らないとね、こう血色が悪かったりするので、ちょっとこういうのがあるといろんなシーンで使えるかなと思います。で、ちょっと落として、で、次がですね、この色ですね。で、これがですね、545、一応レッド系の種類になりますね。こういった感じで、ちょっとね、レッド系なんだけど、朱赤っぽい感じなんですかね、色が。ちょっとこう落ち着いた感じの色です。あ、すごい、わかります。ちょっとね、オレンジっぽい、やっぱ朱赤ですね。バーミリオンみたいな色、かわいい。あの、赤なんだけど、赤系の色なんですけど、ちょっとね、落ち着いてて発色がきつすぎないので、うん、かわいい。あ、すごいかわいい色。これは、うん、かわいい。かわいくないですか。こう、すごい、ちょっとこう赤って感じではない分、すごく使いやすいです。で、多分秋メイク、ちょっとこう赤みがあるようなアイシャドウとか、そういったものにも合わせやすいと思います。すごくいい感じ、かわいいですね。こうおしゃれな色、なんかこう黒いお洋服とか、そういうオールブラックのお洋服とかのこう差し色として口紅で入れても、このぐらいのだと入れやすいと思います。で、赤、真っ赤とか青みがあんまりない色なので、すごいいろんな、こう日本人の方って結構イエローベースの方が多いので、そういった方とかでもこう使いやすいと思います。青みがある赤だとちょっときつすぎちゃうっていう方にもおすすめな色ですね。かわいいです。で、じゃあ次がですね、ちょっとこちらもちょっとだけ似たような感じなんですけど、一応こちらがブラウンパール系の744というお色ですね。多分パール系だから、ちょっとパールが入ってるのかな。多分これだけだと分かんないと思うんですけど、少しパールが入ってるかな。一応ブラウン系のお色です。うんうん、でもさっきのこの545の方とちょっと似てる色ではあるんですけど、こっちの方がより赤みが少なくて落ち着いた色かな。ちょっとシックな色ですね。こっちの方がより落ち着いた感じが、あの、色はしっかりのるんですけど、落ち着いてる色味なので、多分こっちも多分、まあ、最初のこのピンク系、119のピンク系より発色はすごくいいんですけど、ただ色味が落ち着いてるので、多分これもオフィスとか、ちょっとこう参観日とか、そういうのような場所でも塗っても多分大丈夫そうですね。うん、
いい感じですね。でもね、パール系とは書いてるんですけど、そこまでこうキラキラした感じはないので使いやすいと思います。すごいいいですね。じゃあちょっともう一個ベージュ系のもいってみましょうかね。結構やっぱ赤い口紅とか私大好きなんですけど、普段使いとかって考えるとブラウンとかベージュとかそういうピンクっぽい感じの方が、まあ、使いやすいは使いやすいですよね。結構赤だとなかなか場所を選んでしまったりするので。じゃあ次はですね、こちらですね、651ベージュ系という色ですね。こちらもう本当なんか見る感じのブラウンっぽいベージュっぽい感じです。これもなんか落ち着いた色っぽいですね。あ、でも塗ると結構本当にオレンジじゃないけどベージュって感じですね。うん、これもいろんなシーンで使えそう。服とかもメイクとかも選ばないですね、これも。うん、これもなかなか、こっちの方がよりいいですね。さっきのこの744のブラウン系パールの方が、まあ、もうちょっと色味というか色が濃いで、こっちの方がやっぱベージュですね。ベージュ系って書いてある通りベージュ本当に。で、一番最初のこっちと比べるとやっぱこっちの方が発色があります。なのでこっちだと本当に薄付きかなっていう感じで、こっちだとしっかりあの唇の赤みも消してくれるような、それぐらいの発色がある色です。はい、次がですね、こちらです。542レッド系というお色ですね。これもね、さっきのこのブラウン系とはちょっとね比べると似てはいるんですよね。でも一応こっちがブラウン系、こっちが一応レッド系という括りですね。まあ、見ると若干、うん、こっちの方が赤っぽいかなと思います。大きな色の違いはないかなこれも、あ、でもやっぱりちょっと赤みがあるかな。ちょっとね、色が分かりますかね。ちょっとそんなにこれは何かこう色がつくっていう感じでもない、ね、一応レッド系ではあるんですけど、こんなにつかないかな。うん、こうさっきのこのブラウン系となんかこの辺の間みたいな感じの色です。そんなに意外と、まあ、若干こう唇に血色を与えてくれるみたいな感じの色味ですかね。多分唇の色とかにもよって全然変わってくると思うんですけど、そんなに主張が強くない色になりますね。で、次がですね、ちょっと濃いめの色になってきます。はい、こちらですね、253ローズ系という色ですね。ちょっとまあ見た感じのまんまでローズピンクのお色ですね。ちょっと青みがある色です。うん、すごい発色が、ローズ系なんでやっぱりちょっとこう青みがしっかりある色ですね。赤いは赤いんですけど、どちらかというと青みのある赤ですね。ちょっとこう派手な色なのでパーティーとかそういった時とかもいいかもしれないです。結構しっかりした色味ですね。でもすごい可愛い色、いいですね。このちょっと青みのある華やかな色がこうなんかパーティーとかね、そういう時とかには絶対映えると思います。はい、次はですね、こちらの色です。251ローズ系ですね。こちらもさっき の253とちょっと結構似てる色ではあるんですけども、こちらの方がちょっと紫っぽい濃い、うん、色かな。あ、結構なんだろう、面白い色わかりますか。こうなんだろう、ちょ
くすんだパープル系の色です。あのさっきのローズの253のローズはもうちょっとこう赤みのある華やかな色だったんですけど、こっちはちょっとくすんだ感じの色ですね。ちょっと使うのがもしかしたら難しいのかなと思うんですけど、こうおしゃれな方とかニュアンスをつけたい、顔とかこうちょっと面白くメイクをしたいとか、こういった時にはいいかもしれないです。ちょっとこう深みのあるちょっとくすんだダスティー系の色ですね。でも可愛いおしゃれな色です。はい、次はですねこちら240ローズ系パールということでですね、これもちょっと似たような色かな。さっきのローズ系2色と似てます。ただパールって書いてあるんでちょっと多分パール感があるのかな。塗ってみます。うん、これねさっきのにこれと似てるかも。251と結構似てます。色味が同じような、うん、見た感じも似てるんですけど、やっぱ塗った感じも似てる。同じような紫っぽい感じなんですよね。こっちはマットでした。でこっちの、240はちょっとやっぱパールがあるので、少しこう動くとちょっとだけシアー感というかパール感があるんですよね。うん、よく見るとパール感がある。で色は本当に結構似てますね。あんまり大きな差はないかも。でこっちがちょっと偏光パールが入ってますね。唇に塗るとそんなに目立ちはしないんですけど、こっちの240今塗ってる方の方が一応ちょっとパール感があってマット感が抑えられてはいます。でさっきの塗ったこの251の方がマット、でもね同じような紫系の色です。おしゃれな色ですね。はい、次はですねこちらの色ですね。これがですね172ピンク系のお色ですね。こうちょっとこれはねピンク系と書いてあるんですけど、どっちかっていうとちょっとローズ系にも見えるようなお色です。結構赤いかな、こんな感じですね。一応チフレ のサイトの方にはこれはピンク系にはなってるんですけど、結構赤みがあって、ただ真っ赤とかそういうのではないです。ただローズ系より青みはないけど赤っぽいかな。ピンクっていうイメージよりはちょっとこう落ち着いた赤みのある色ですね。はい、ということでですね、今回チフレのリップスティック Y をですね9色塗り比べてみたんですが、その中で一番お気に入りの色はこちらです。この色です。545レッド系ですね。もうこれがね可愛い、もうとにかく可愛い。これやっぱり私普段お洋服とかのお仕事もさせていただいて、結構リップってお洋服とリンクしたりとか、こう季節によって使い分けたりっていうこともあるんですけど、もう今のこの時期の秋冬にとってすごいいいですね。ベタッとしすぎてないんだけど、発色がベタッとしすぎて強すぎないんだけど、でもちゃんと色がついてる。でこのちょっと青みのないシュア化がですね、こうちょっとこっくり感のあるメイクとかファッションにすごく合ってると思います。すごい、でもどの色もですね可愛くって、コーツつけがたかったんですけど、私は個人的にこの色がおすすめでした。今日も最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録もよろしくお願いいたします。